大根島を一面包み込むような放射霧。今朝7時ごろの松江市八塚町での映像です。地表の温度が下がる放射冷却現象で発生する放射霧は、秋から冬にかけてよく見かけるようになります。近づく冬と遠ざかる秋、夜空を埋め尽くすようにそびえる姿は圧巻です。大田市三瓶町常禅寺境内に植えてある大イチョウの葉が色づき、今ライトアップが行われています。この大イチョウは推定樹齢600年以上の大木で、根元の幹回り9メートル、高さがおよそ30メートルもあります。昨夜は月光も色を添え、深まる秋に何とも言えない美しい風情となっていました。今日は月食とともに楽しむこともできそうです。常禅寺の大イチョウのライトアップは、葉が散る来月上旬まで毎日日没から午後10時ごろまで行われます。そして今年の紅葉を楽しむのにラストチャンスとなりそうなこの週末には、こんな楽しみ方も。今私が乗ってきたこの車、もちろん私の車ではありません。飯南町で日産 GTR に乗れるレンタカーサービスが始まったんです。この秋始まったのは、日本を代表するスポーツカーの一つ、日産 GTR のレンタカー企画。始めたのは飯南町の建設会社です。車好きな社長おすすめのドライブコースへスポーツカーの旅をすることに。オートマ車ということで汽車も安心。気になる走り心地は、スーッとやっぱ進んでいく感じがありますね。このハンドルの重さがなんかまたいいですね。ワイルドな走りでたどり着いたのは紅葉の三瓶山です。ちょうど紅葉でね。そうですよね。本当に最高の11月いっぱいってことで最高の季節ですね。今都会的なスポーツカーで田舎の原風景を走るこの企画、飯南町や周辺地域の活性化につなげていきたいといいます。魅力的な田舎を作ろうかと思ったら、やはり思い切った施策をしないとなかなか人を呼び込めないんで、よそにはないやり方をチャレンジしてみました。今年のレンタル期間は今月30日まで、来年は4月からサービスを再開します。